はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターのね、ソードシールドのシングルランクマッチではないんですけど、まあ、リオ戦絡みのちょっと話をしようと思ってて、で、まあ、何をまず話すかっていうと、来シーズン、8月のシーズンから、そのリオ戦ルールでダイマックスが使えない、まあ、ルールに変わるっていうところで、まあ、それに関してこう、まあ、最もおそらく、受けループの中では、まあ、無限ダイナが基本的には選ばれるっていうか、他には、まあ選択肢となるポケモンはいくつかいるけど、基本的にはまあ受け系統の最も強力な軸の一つとなるのはまあ無限ダイナだと思ってて、その辺についてね、ちょっと話していこうと思います。まあいくつかちょっとテーマというかトピックというか、無限ダイナがなんで強いのかっていう話と、まあ並びがどんな風に構成されてるのかっていう、まあその竜王戦の時の話と、そこから、まあそのダイマックスがなくなるわけだから、それに止まった変化に対してどういうことが起きて、どういう変化があるからどういう対応しなきゃいけないかみたいなことをね、話していこうと思います。で、なんでこういう話をしようと思ったかっていうと、まあ言うてちょっとね、今のルール、冠ルールね、ちょっと、まあ、僕、結構そっから離れちゃってるから動画をネタ的にっていうのもあるんだけど、一応多分今ちょっとね、なんだっけ、ポケットファンクションか。見た感じ、多分、竜王戦ルールで、受け駒6枚の受けループを使ってて、多分、3シーズン通して僕が一番ね、順位とレートが、最高のその、一番良かった成績で言えば、多分、順位とレート僕が一番上だったんで、まあ、ちょっとウキウキでね、話してます。結構、ちょっと思い出しつつっていうか、まあ、言うて僕がその、結果出せたのは、竜王戦ルールの最初のシーズンだったから、確か2月と3月1日のシーズンだったと思うんだよね。その時のことは結構ちょっとね、思い出しつつ話していく感じになると思うんですけど、一応その当時使ってた並びはこの並びになってますね。ちょっと後で個体を流用したりとかで多少変わっちゃってたと思うんだけど、まあ一応その時の僕が結果出した構築のちょっと動画の URL 貼っとくんで、概要欄にね、よかったらそっちも見てみてください。で、その概要欄に多分構築記事の URL もあるから、まあいろいろちょっと飛んでもらえると、ちょっと面倒で悪いんだけど、まあいろいろ見てください。で、まあざっくりちょっと紹介をしとくと、まあ無限ダイナが受けループの中で、そのどうしても無理なのがやっぱハチマキアクウラさんだよね。ただそれに対して後負けして、そこから再生4回をして暗黒強打4回食らって、プレッシャーの特性で暗黒強打が枯らせるっていうムーブがまず強いっていうところで、他にいないアクウラオスになんか安定的にいける。まあダイジェット打たれるとやばいとかってもあったんだけど、無限ダイナがとりあえずそういう観点から、まあ、まず軸になると。で、そっから各近伝に対して誰で受けれるかっていう感じのノリで構築が作られていってて、ハピナスが海洋が受け。これは、まあ、最後に入ってきた枠ではあるからちょっと口述します。多分先に入ってきたのはヌオーなんだよね。ザシアン受けがまず絶対必要で、で、ソーラーブレード以外に対しては全部ヌオーでいけるっていうのと、ソーラーブレード雑誌のダイマックスできないから、その晴れてる時にソーラーブレードが飛んでくるから、そこだけ、もう、それは見え見えになるから、晴れと絡んでたら、その、ヌオーをなんか安易にあれしないみたいな感じで、まあ、例えばダイナで身代わりをなるべく連打して、その、なんて言うんだろう、雑誌の対面しちゃって、まずいんだけど、晴らす役がいるわけだから、そこで、身代わり連打してみたいなことやったりしてたんだけど、まあ、そこがね、無限ダイナの強さの一つでもあると思うんだけど、ちょっと話逸れちゃって、あれだから、まあ、一個ずつ言っていきます。まあ、雑誌案受け、主に雑誌案受けっていうか、雑誌案以外受からないから、雑誌案受け。で、その次に多分来たのは、無道かな。最初、日食ネクロ受けと、ランドロスとかは、相変わらず幅を利かせてたから、その辺の、ま、その地面勢に対する回答っていうところで、まあ、無道もやっぱり入ってくるっていう感じだったんですよね。で、ある程度軸としてはダイナヌオー、無道、バン、ハピか。ハピか、まあこの枠はラッキーのどっちかになると思ってたんだけど、その辺の軸になった時に、クロバドに対して誰も勝てなかったから、まあバンギラスっていう。ただ、リフストがやっぱりきついっていうところはあって、まあちょっと、今後ね、何になるかっていう話はまた、口述しようと思うんですけど、まあ一応当時は僕はバンギラスでやってました。で、サンダーにも受けが効く。まあハピアスもサンダーに受けが効くんだけど、TOD がある関係で、バンギラスも100倍増しっていうところで、まあ、バンギラスになってましたね。あと、まあ、選出策になった時に、どっちか出しとけばまだいいみたいなところもあるっていう感じかな。で、とりあえず、で、最初ね、ヤドランの枠は僕ドヒドリにしてて、
なんだっけ、まあまあ、エスバ受けか、この枠は。エスバ受けっていう理由で入ってたけど、結局サイコが飛んでくるっていうところと、日食ネクロの方が多様化しまくってて、熱風が結構いたんだよね。で、無動で日食ネクロ受けるっていうのが、なくなったから、無理だなと思ったから、まあ、ヤドランになったっていう、その、エスバ受けしつつ、日食ネクロも受かるっていうところで。で、ただまあ、ランドロスが考えると無動は外せないっていう感じで、なんか、この並びになってたんだよね、僕は。で、まあ、その辺のなんかヤドランが結構強かったり、あと、海洋が受けはまあ、ラッキーを使ってる人も結構多かったんだけど、なんで僕ハピアンスにしたんだっけな。ああ、あれだ。瞑想積んで、ゼレナスまで何度か頑張ってみたい。ショックなくて、給食らないんだったらゼレナスまで行けるからっていう理由で、なんかハピアンスにしてて、まあ、持ち物、ラッキーと違って奇跡が必要じゃないから、加算になったっていう、そういう経緯でね、構築が一応、まあ、組まれてて、で、変わってくるところとしては、まあその、やっぱり一番大きな変化はダイマックスがないっていうところで、まあ多分サンダーをそんなに意識しなくていいっていうのは一番でかいかな。あと、まあこれはね、あ、こっち先に言った方がいいのかな。まあ無限ライナーが相対的に強くなってるっていう部分もあって、まあヌオーもそうかな。まあちょっと話が飛び飛びになってて悪いんだけど、まあ、構築の次にじゃあちょっとね、無限ライナーが何が強いかっていう話をしたいんですけど、無限ライナーってね、めちゃくちゃなんか、すべてなんだよね。そのどういう、すべてなんだよねっていうのはどういうことかっていうと、その、なるべく構築に組み込みたい要素としては、僕は受け回しだから、まあ、その全部の役割対象に対してこう、6匹で全対応するっていうのが、まあ一つ目標ではあるんだけど、まあそれはやっぱりなかなか実現できないっていうか、やっぱりどこか卓になる、選出段階で卓になることもあるし、まあやっぱり構築6体組む段階で何かを切らなきゃいけないみたいなのは少なからずあるわけで、全対応ってはなかなかね、できないんだけど、まあ、無限ライナーの対応範囲がめちゃくちゃ広い。で、どうして対応範囲がめちゃくちゃ広いかっていうと、まあ、シンプルに数値が化け物だから、何でも受けれるっていう意味の対応範囲の広さと、まあ、技がやっぱりその、素早さが速くて身代わりができるっていう、で、硬いっていうところで、めちゃくちゃね、対応範囲が広い。で、まあ、試合の流れにもよるんだけど、その、受けきれなくても、最終的に最後無限ライナーで上から殴って倒せて、で、残りのポケモン無限ライナーで詰めれるよね、みたいなルートも取れるっていうところで、なんか、グループの窮屈だった部分がかなり、なんでもできるのは言い過ぎだけど、まあ、かなりそれに近い状態になったな、っていうふうに思ってたんですよね。で、このポケモンの、まあ、何が、構築記事にもね、僕これ書いたんだけど、マジカルフレームが、やっぱなんか、信じられないぐらい強くて、竜王戦ルールのそのランクマッチになる前に竜王戦があったんだけど、その時にマジカルフレーム多分使ってる人ほとんどいなくて、みんな火炎放射だったんだよね。記事読んだ感じで、受けるべね、最終1位を取った神の人が、無限大のマジカルフレームがめちゃくちゃ強いっていう、なんかキャスかなんかでやってたんだっけな。それでなんかマジカルフレームが結構広まってて、僕も使ったみたいなノリだったんだけど、その上から結局相手の C 下げれるっていうところで、まあ、努力値ぶりって基本的には HB になる、ウーラオス受けるためになるんだけど、まあ、そのヒットポイントがもともと高くて特防も別に低くなくて、でマジカルフレーム上から打って受けれる範囲も広いっていう感じで、まあすごいこう対応できる範囲が広いっていう感じだったんだよね。でまあ当時はダイマックスがあったから、ダイマックス法でダイマックス無視してダメージ与えれるっていうところで、ダイマックスタクもちょっと緩和できてたり、まあ、あと、なんといっても多分、身代わりが強く使えるポケモンがこのゲームは強くて、ちょっと前のシーズンのさ、身代わり瞑想のクレセリアもそうだと思うんだけど、なんか、試合中に、なんて言うんだろう、タクがやっぱりすごい、起きてるって言えばいいのかな。あと、ま、裏が見えない状態で、こう、最善の選択をするっていうのは難しい、このゲームは。まあ、相手の裏が分かってないわけだから、どっちを切ったらいいとかっていうのはあって、まあ、その、読めるけど、別に 100% 当たるわけじゃないし、相手の考えが何なのかってのが分かんない以上、なんかそこは難しいんだけど、身代わりは結構そこを、試合の流れをなんかすごいコントロールできるっていうか、一回身代わり置いて、様子見るっていうところで、まあ、例えばだからその対面のポケモンが無限大の身代わり破壊できないポケモンだった時点で、もう身代わりを一回置くのが安定なんだよね。TOD とかを一旦考慮しない限り、その瞬間的には。で、まあ、身代わりして、で、マジカルフレームがまた身代わりとのシナジーが結構えぐくて、僕、ラプラス無限ライナーで見てたんだよね。だから、まあ、それぐらいのレベルのポケモンだから、
まあそういうところが無限大の強さっていうところなのかなって思ってて、で、まあ、ダイマックスがなくなる関係でシンプルに無限大で見れる範囲っていうのは、まあ、むしろ広がってるっていうところがやっぱりあるんじゃないかなって。だから多分無限大が基本的には強いと思うんですよね、受けループに限らずだけど。で、おそらく無限大と多分ザシアンあたりが、まあ、明らかにダイマックスないんだったら、そもそもダイマックスできないで、あんだけ化け物だってこいつらが弱いわけがなくて、そうするとまあこの辺、この2体が金電幕の中だと、まあおそらく最もこう中心に環境が回っていくというか、まあ海洋画だったり日食ネクロだったりクロバデレックスだったり、それにこう追随するような性能をしているポケモンはいるんだけど、それでもまあ無限大だとザシアンが僕は頭一つ抜けてるなって思ってて、そうすると結局当時のザシアンも型が結構多様化してたんだよね。1シーズン目は大体エースだったんだけど、なんか1シーズン目のほんと最後の方に耐久振って石化持たせて維持にしてるやつ個体が結構出てきてて、それが結果出してて、まあ、そういう感じで型が多様化してくるから、まあ、シンプルにスペックがあって型がいっぱいいるポケモンは強いし、相手視点からするとすごいしんどいから、まあ無限大ながそういう意味だと余計にあれなんじゃないかなっていうね感じになります。で、あとまあヌオーも相対的に強化されてると思うんだよね。結局ヌオーってその天然の特性で積み技持ちに対してそれを無視して受けが効くっていうのがまあ強みだったんだけど、ダイマックスでダメージ計算するとわかるけど、ほとんどものがダイマックスされると受かるわけがないっていう感じの数値なんだよね。で、まあ B ダウンだったり、まあただその特性がまあ天然は依然として強いし価値はあるし、まあタイプがあと何より強いっていうところで、まあもともと一定数使われててはいたんだけど、まあ間違いなく多分こいつは強くなる。で、ザシアン受けは、まあヌオーが唯一無二っていうか、ドヒドだったら例えばワイルドボルトで死ぬとか、抜け人は噛み砕くで死ぬとか、まあ誰が採用してるんだっていう話ではあるけど、まあ、その、なんて言うんだろう、従来、こう、ちょっと厳しかった、後足で見れる範囲、別にそんなダイマックスまで考えたらあんま見れなくねっていうのがかなり克服されてる以上、まあヌオーが多分、ザシアン受けとしては基本的には、あれになってくる。で、なおかつ、まあ、ザシャンの裏にいるラプラスがダイマックスしないから、数を結構減らすと思うんでね、そういう意味だと、ヌオはだいぶ動きやすいかなっていう。まあ、その辺が多分、受け6の、来シーズンからの軸になってくるんじゃないかなっていう。これ、まあ、無限ダイナとザシャンが強いから、まあ、無限ダイナ使ってザシャンに勝てるヌオを入れてっていう、まあ、誰でもわかる話ではあるんだけど、その辺がね、あれになってくると思いますね。あとはまあ、多分、ハッピーバンギーの枠は多分基本的には残る。海洋川、ダイマックスしない、ダイマックスがない方がむしろあのポケモンは強かったから、ダイマックス、海洋川がダイマックスするのは強かったけど、その、お互いダイマックスないんだったら海洋川の方が得するような風に僕は思ってて、まあそういう意味だと海洋川は健在なのかなって。まあ、強引なこだわり解除とかはないけど、それにしてもまあ強いよね。海洋側で、まあ多分トップが無限大なザシアンで2番手に海洋がクロバドあたりが来るかな。クロバドも多分結構強いと思う。ただ、まあ、クロバドはねダイマックスなくなったのはちょっと痛れだと思ってて、まあ S 早くね一概には言えないけど、まあ先制技で倒される場面は増えた。確実に影打ちだったり冬打ちだったり、ただ身代わりで冬打ちはケアできるっていうところと、S が速くて火力があるポケモンは強化されてると思うんだよね。ダイマックスがあった環境って、サンダーとかみたいに、その S まあ100前後ぐらいなんだけど、ジェットがあったり、その耐久も高水準っていう、そういうポケモンが僕は強かったなって思ってて、逆にフェローチェとかってのはダイマックス適性がちょっと、やっぱり弱い部分があって、まあめちゃくちゃトップメタではやっぱりなかったわけじゃん。まあまあ、もともとトップメタではないけど、ただまあそういう、なんて言うんだろう。神耐久の高速アタッカーみたいなのが結構、まあ、やれる環境になってくるかなっていうところで、まあ、クロバド、まあ、クロバド耐久もまあまああるけど、まあ、だから強かったんだけどね。ダイマックス、相性悪くないし。ただまあまあ、上から殴れるポケモンが、その結局、なんて言うんだろう。相手がダイマックスしてくるならこっちもダイマックスしないと対面勝てないけど、相手ダイマックスしないんだったら普通に殴って倒したいよね、みたいな、その辺のダイマックスのモヤモヤを一切気にしなくてよくなるから、まあ、上から殴って敵を縛れるっていうポケモンは分かりやすい強さが多分際立つかなっていう感じですかね。だからなんか多分総評としては6世代に近くなるかな。6世代僕全然やってないから分かんないけど、まあ近伝がメガ枠みたいなノリで、僕のあくまで僕の感想だけど、それ僕の感想ですよね。だけどまあそう、近伝がメガ枠で
で、Z 技がない。で、ダイマックスもない、みたいな感じのイメージなのかなっていう。だから多分、7000円の時に結構あった受け攻め両立みたいのはかなり機能すると思ってるし、受け回しは当然かなり機能する。ただ、結局ね、向かい風要素もあって、かなり受け回しが警戒されてるっていうか、この1ヶ月、受ける、殺すだけ、殺すことだけを考えて生きてる人が絶対いるから、そうすると、相当対策はされると思うんだよね。だからまあ、その対策に対する対策をするっていうところで、構築をいじっていけるといいんじゃないかなっていうふうに思ってますね。結構長々と話しちゃったけど、まあ、ざっくり思ってるのはこんな感じですかね。なんか、あと、まあまあ、でも受け駒はやりやすいかな。結局、ダイマックスがあったから受からなかったものが全部受かるようになる。ドヒドイデってミミッキー受からなかったんですよ。剣舞に後投げして、大フォローに切り打って、次耐えないから絶対受からないっていう、そういうゲームだったんですけど、ミミッキーにドヒドイデ後投げで間に合うのと、Z 技もないから、多分ね、HD でもいけるんじゃないかな。さすがにそれはきついか。いや、後投げに切りして、シャドクロ食らって切りして、次のシャドクロ耐えて再生してみたいな。多分いけんじゃないかな。わかんない。ダミ消しないからわかんないけど、ただそのドヒドイデとか、まあドヒドイデはまあもともと結構受けれてたけど、まあだからやっぱりノーだよね。っていうところで結構その、受けループがね、かなり、こう、これを受けるためには、絶対にこれじゃなきゃ無理だし、技もこの二つはないと話にならないよねっていうのは相当、こう、制限がなくなるから、まあ裏に攻め駒を入れて攻め駒につなぐ動き、それこそその受け攻め両立みたいなこともできると思うし、逆になんか、技スペがちょっと開く分、相手のこう受け殺し用のやつをかもれるようにする技構成を工夫したりとかって結構その、やれる余地が増えたから、まあ、面白いかなっていう風にもね、思ってますね。まあそんな感じかな。まあ一応こんなんでも、曲がりなりにもね、両戦ルールの受けループが最強は僕だったと思ってるので、まあこういう動画をね、アップしました。まあまあわかんない。レートの強さが全てだからね、このゲーム。逆に今のルールは僕はレートも雑魚だから、明らかにクソ雑魚なわけで、まあこういうね、なんかこう嫌だよな、ちょっとな。今はさ、冠環境で戦いが行われてるのにさ、先にこう行ってその考察をしてるみたいな。まあでもね、これはあくまでもね、YouTube での僕の活動ってことなんで、いやごめん、冠の対戦別にしてねえわ、そんな。まあ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 。以上っていうことで。まあ、頑張りましょう。GG。